声はもう皆さん一人一人が持っている宝物ですよっていうことなんですよ本当にこれ唯一無二の宝物なんです皆さんこんにちは今日のゲストは声と音の専門家山崎ひ子さんですでは早速お迎えしたいと思います山崎さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこんにちはこんにちは 声は人なりということに僕は関心持ってるんですが、今日山崎さんをゲストにお迎えすることができて本当に嬉しく思っています。では、早速ですが、山崎さんのプロフィールを紹介させていただきます。山崎博子さん。音が心身に与える影響を音響心理学、臨時心理学をベースに研究。特に声と心身のフィードバックに着目し、3万例以上を分析。少々に 8割の人は自分の声が嫌い、声のサイエンスなどがあります。音の現場を伝えるライターでもあり、取材執筆多数、学校教材も執筆されています。声学と音学の重要性を各方面に提言、また、講演、講座、ラジオなどで声と聴覚、脳の不思議についてお伝えしているそうです。また、心身を司る脳にかない、 自分の個性を活かせる声、オーセンティックボイスを提唱されています。今日はこの,この山崎ひろこさんにいろいろお話を伺います。では山崎さん、今簡単にプロフィールを紹介させていただいたんですが、ねはい、がご自身でもえ補足するところがありましたらぜひお願いします。また最近の活動などについてもお話をしていただけると嬉しいです。 はい、えー、山崎弘子と申します、えー。補足することは特にないんですけども、えー、そうですね。あの今ご紹介していただいたように、あの声とか音というものについて書いたりとか、あといろんなところで教えたりしています。そうしてですね、うん、じゃよくあのどうして声 とか音を専門にしようと思ったんですかって聞かれることが多いんですね。ですので、そんなお話をちょっとしたいかなと思います。あのうん、私は、もう声なんてね、偉そうに言ってますけどもね、自分自身が中学生くらいの時に失声症というものになっているんですね。失声症という、失う声の病気ですね。 もうあの、文字通り本当に声が出なくなっちゃうんですよ。で、それを、まあまあ長いことを断続的に20年くらいやってきまして、で、初めてその症状が出たのは中学1年くらいかなと思うんですけども、もう恥ずかしくて友達にも親にも言えなかったんですね。ずっと恥ずかしくて言えなかったんですよ。で、高校、大学くらいになって、でもうなんとかしようと思って、で、いろんな病院に行ったんですけども、 まあ、濃度には異常がない。生体には異常がないって言われるわけですね。で、じゃあ、神経ないか。そういったところにも行ったんだけども、原因も特定できない。だから当然治らない。という状態でした。それも本当長かったんですね。で、声がいつ出なくなるかわからないって、ものすごく恐ろしいんですよ。でも出なくなった途端に、 足元が崩れるみたいな感じですよね。だからいつもいつも崖っぷちに立ってるような感じで。で、もう声が出なくなったら、ああ、もうすべてがもうダメだ、終わったって思うんですよね。まあ実際終わったりなんかしないんですけどもね、今だからもう終わったりなんかしないよ、全然。人は大して気にもしてないしねって言えるんだけど、あの、当時はね、若かったこともあって、ああ、もうダメだ、終わった。もうそれこそ死んだ、みたいな感じでいたんですよね。 まあ、そんなでしたのでね、本当に若い頃っていうのは、やりたいこととか、あと、なりたいもの。いろんなことがあったと思うんだけど、すべてそういうものを諦めてきたんですよね。で、大学に入って、これはもう自分で何とかするしかないなと。で、もうあの、いろんなところ行ったんです。ボイストレーニングも行ったし、お医者さんも行った。大学の先生にも聞いた。他の大学にも行った。 そういうことをやってもダメだったので、でも自分で調べ始めたんですね。で、喉に異常がないんだったら、まあ、脳だろうなっていう当たりはつけたんだけども、でも当時は声に関する文献っていうものも非常に少なくて、で、ましてや、声と脳の,の研究なんて言ったら、もう皆無だったんですよね。で、そこでもうほとんど手探りで、まあ、関係しそうな分野、 の勉強して、まあ私の場合特に音っていうことからね、音響心理みたいなところから、あの入っていったんですけどもね。で、勉強しては仮説を立てて、そしてそれを実証したり、あるいは理論を結びつけていくっていうことをやっていったんですね。で、まあまあそんなことをやっているうちに時が経ち、で、えー、10年くらい前にですか、あの角川書店さんから本を出していただいて、で、その後 NHK のラジオ講座、 なども出せてもいたただき、そししてて、てまた本を出してなんていうことをやっていましたらばいつの間にかいろんなところからあの読んでいただけるようになったんですね。でまあそんなわけでいろんなところに行っては恋についてのお話をさせていただいているというのが今の状態です。はい あ,あ,ありがとうございます。うん、はい、ま市政省、それほど長い期間だったっていうことは僕ちょ,ちょあの拝読させていただきましたが、うん知らなかったのでそんなに長かったんですね。20年くらいかかってましたね。あ,あ、それはすごい。苦しい。20年。そうですね。だから、うん、多分普通のまあ、一般的な方が楽しいなって思うこととか。あ,あ、これ楽しみって思うことが多分私にはなかったのかもしれないですね。 楽しみと思ってもあでももし声が出なかったらアウトだっていうのが常にあってあ,あそうなんですねはいえそしてその山月さんの人生観特に、えー、天気それから心の支え幸せなどについてこれからお話を伺っていきたいと思いますで,でその前にえご縁元ということに関心を持っているので、えー、山月さんと僕とのご縁元の方についてちょっとだけお話をさせていただきたいと思います ご縁元は、第三十回、39回の YouTube ゲストの村上信夫さんなんですね。そして村上信夫さん、元 NHK のエクゼクティブアナウンサーで、ブログを毎日書かれています。そして1月のブログに山崎さんのご著書、声のサイエンスを紹介されていて、僕たまたまそのブログを拝読をして、そして山崎さんのことを知ったんですね。 そして声のサイエンスを読んでそれからその他の,あの2冊の本 Kindle で手に入るものを拝読してそれから YouTube もあの拝見してあ本当にあのこの方に声の分析をしていただきたいっていうふうに思ってそれであの連絡をさせていただいたのが3月そしてあの分析をしていた いいただいて解説をしていただいてそのあの僕は4月に銀座で小さなライブコンサートをしたんですが、うん、山崎さんに分析をしていただいて自分の声のこう特性というか性質をあの理解した上で歌えたっていうのは僕にとってすごく大きなことでしたですからあのご縁元の村上さんそれから山崎さん本当に感謝しています。 クラブハウスなどで、えー、お話をする時があるんですがその時に「声がいいね」っていうふうに言われることがあったんですがそして村上信夫さんにも初めに「うん、いい声だね」っていうふうに言われたんですが自分の声がいい声、うん、何がい,いそういうふうに感じな,な,な,なぜそういう風に感じていただけるのかっていうのが分からなかったんですね。そして、ね、実は自分の声が低いというかそれもあの山月さんに教えていただくまで 分かかっってなかったんですよねだから全然自分の声ね自分の声でありながら全く分かってなかったっていうことがあの時本当によく分かりました、うん、意外にそうなんですよね。皆さん特に声をいろんな場所で使っていらっしゃったりそれを自分で録音して聞く機会のある方でも意外にご自身の声 の特徴とかご自身の声が人にどんな影響を与えているのかとかどういった要素を持っている声なのかとか意外にご存知ないというかそういうことに関心がない方が多いのかなというふうに思いますねでもあの荻野さんが分析をということであのこちらにご連絡くださってそれで分析をまあ、分析には何種類かあるんですけども大抵 あらかじめ音源を送っていただくんですよね。で、皆さんにも何かあの話していらっしゃる音源を送ってくださいと。つまりその場で分析をすると、その分析に時間かけてしまうと申し訳ないので、あらかじめ私の方で分析をして、で、その結果をお話をするという形をとっているので、で、送っていただいたんですけど、それ聞いて分析して、で、なんでこの人、私のところに来たのかなって思ったんですよ。 <laughs> というのは、私のところにあの分析をお願いしますと言っていらっしゃる方は、大抵何か声に悩みを持っていらしたりとか、どうしても自分の声で悪い影響が出ているようだとか、だからそこを改善したい。で、どこをどう改善したらいいか教えてくれということが多いんですね。うん。で、あとあ、発声障害とか起こしていらっしゃる方も結構いらっしゃいますし、だから、なんかね、あの、そう、そういった、 ものなのかなと思っていたら、ああそしたらもう全然違うんですよね。ちょっとびっくりしました。たね、あの、うん、お声を聞かせていただいて。ーええ、わーあの、な、な、なんでこの。何も悩んでないんでしょうにって思ったんですよね。<laughs> <laughs> あ、あ、そうですね。うん、うん。うん、あ,あ、そうだったんですね。ええ そうだったんですよ。で、あの、まあ、皆様もね、こうやって聞いていらっしゃるとお分かりになると思うんですけども、あの、荻野さんの声っていうのはね、本当に、なんていうかね、あの、人柄、お人柄の真面目さとか、あと、真摯さとか、温かさとかね、思いやりとか、そういったものが出てますよね。だから、お声を聞いているだけで、安心感みたいなものが出てきてしまう。 って、うん、いうのがありますね。そうなんですね。うんうん、それもあの教えていただいて初めて、うん、あそうなんだっていうふうに思ったぐらいなので、うん全くねあの自分ではわからないものですね。ええ、うん確かにそうですね。うん,うん面白いんですけどもね。でもあのお声が割と低く。 でいらっしゃるんだけども、それも分からなかったっていうのも面白いなと思って。うん、分からなかったですね。高い方かと思っていたんですよね。うん、いえいえいえ、あのかなり低いを声でそれで下にこう落ちるところ。は、もう百三十とか百四十ヘルツっていうかなり低い。音なんですよね。うん。うん。うん、そうなんですね。ええ<っ>、うんね。あの、体とか。 あのまあ体の大きさとそれから声というものはこうある程度相関があるということで大きいとまあ低くなるであの低いとあ背が低いとまあ高くなるで僕百七十センチぐらいなのでだから高い声なんだろうっていう風には思ってたんですよね。あそれはでも全然違いますよね。そうなんですね。そしてあの二千二十一年に武田総雲さん ゲストで投資でお迎えしてクラブハウスでお話をした時に、まあ孫さんにあのそのところから僕声についての,あの関心を持っていたので孫さんにどんなあの、うん、何を感じるかっていうふうにお聞きしたらその時に <laughs> 初めにオーケストラっていうふうに言ってくださって、まあ、オーケストラ指揮者そしてショパンというふうにあのショパン的だっていうふうにあの言ってくださってその声をそういうあの 形で表現されるっていうことにもあのその感性が素晴らしいなって思いましたけど、うん、そういうふうにこう感じていただけるんだっていうことにもあのその時思ったんですがなぜそういうふうに感じていただけるのかっていうのがあの分かったのが山崎さんの分析だけではなくて声、うん、にはこんなにたくさんの情報が含まれていますよとか、うん、そんなこともお知らせしていましたよね。うんうんはい うん、だからそういったことで、あのそういった理由が分かってくださったらとても嬉しいですね。はい、本当にありがとうございます。いえいえいえもうこちらこそあの素敵なお声を分析させていただいてありがとうございますっていう感じですね。<笑><笑>こちらこそありがとうございます。<laughs> うん、はい、まああの今ご縁元、それからあの僕の声の分析について。 少しお話をさせていただきました。では、えー、これから山崎さんの人生観についてお話を伺っていきたいと思います。でまず一番初めは、えー、人生における天気はい。うんたくさんの天気があったと思いますがそのうちま今心に浮かんでくるものをぜひお願いします。そうですね天気と言いましてもうーんまあの そうでしょうね。強いて言えば、あの、本当に皆さんいろんな天気がお、お持ちの方って、あ、すごいな、ちゃんと言語化されていてって思うんですけども、まあ私の場合は天気というほどでもないですが、あの、まあ先ほどお話ししたように、20年間くらい断続的に現れては悩んできた。 失声症っていうのが、それがあるとき突然治ったんですよ。で、それが、まあ、天気といえば天気でしょうかね。なんかそれまで楽しいとか、そういったことってほとんど感じることがなく、常に足元が崩れる不安で、もういつも崖っぷちにいるみたいな感じでいたので、だからそれがなくなったときに、あもう私は多分一生失声症にはならないだろうって確信。 できたんですよ <laughs> えそのえ突然それが失声症がなくなったなくなったなくなったっていうかあの実際失声症はずっと声が出ないわけではなくて<ー>断続的に起こっていたんですね<あ>でうん,うんでそれその時にあ私はもう大丈夫だなっていう妙な確信 妙な確信でその確信は何によって得られたかっていうと知識なんですよ。<っ>いかに声っていうものがすごいものかいかに声っていうものが素晴らしいもう信じられない奇跡的なことによって出されているのかっていうことがずっと勉強をしてきてようやく分かって すべて,、ね、てのその素晴らしさのピースが、まだまだ未解明のことはもちろんありますよ。まだ未解明のことはあるんだけども、少なくとも私の中で疑問に思っていたピースっていうのがすべてハマったんですよ、知識の。そうなんですね。まだまだ、だからそれを土台とした上で、これからもっともっと探求していかなきゃいけないんだけども、少なくともその知識のピースがパタパタっと全部ハマったときに、あ、なんて声ってすごいんだって、うん、もう、 言いいようのない感動をしたんですねでその時にまあそ,そのちょっと前にもおそらくあの失踪気味の時っていうのはあったんだけどもでもあこれで私はもう失踪というものとさよならして生きていけるなって確信したんですね。そうなんですね。うん、そうで実際にそれ以来あのそういったことって起きていないですしね。 そうだからまああとはあの私はたくさんの声を分析させていただいてますけどもやっぱりその度に人間の声ってすごいなって荻野さんのねお声聞いた時もそうでしたけどもあといろんな声を分析する度にすごいなっていうもうねショックに近い大きな感動を。 受けるんですよねだそれはちょっとまた天気っていうのとは話が違うんでしょうけどもそういう意味で言ったら日々声に感動するでその度に何かその人の人生の何かに触れさせてもらってで私の中で何かが生まれてで何かが変わるみたいなそんな思いがしています。何か,か天気というほどの天気じゃなくてねなんかすみませんけどもそんな感じです。いやいやいや <laughs> あ,ありがとうございます。いや、この質問、やっぱり、あの、すごいいい、いい,いだな。天気からこういう、あの、展開になっていくっていうのも最高ですね。うん。そうなんですね。まあ、あの、地は地下なりというか、その知識によって、うん、その姿勢症が、こう、なくなっていくというか、うん、そこのところもすごい興味深いと思いましたし、あとはやはり、あの、怖いに対する、こう、愛を山崎さんに感じるんですよね。 でそれはあ,のあ,のある方に山崎さんの本を紹介する時に「あのうん、この方僕が声についてこう本当に信頼をしている方なんだ」っていうことをあのお伝えしたら、うん「どんなところが?」というふうにあの質問あのこう問われたので、うん、その時に思い浮かんだのが声に対する愛っていうことだったんですね。 それはあの、まあ、認知心理学やあるいは音響心理学そういったものをベースにされていると思うんですがでも、声に対する愛それがすごくあのやっぱりなんか感じるものでしたね、うん、そう言っていただくと嬉しいですけどもあの失声症のある時というのは声っていうのは私にとって本当に恐ろしい敵だったんですよ。い、うんうん、いつ足元をすくうかかわらない でも、私の人生を台無しにしたというような気持ちすら持っていたくらいあの恐ろしい敵だったんですよね。ねだからもう「声」という字を見ただけでもうガタ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 って震えたくなるようなそんなものでした。だけど、それが、 知識というものを正しい知識ですよ。もういい加減な知識って本当たくさんありますけど、それじゃダメなんですよね。うん、で正しい知識っていうものを得て、ようやく分かったときに、ああ、声ってこんなすごいものだったんだ。なんか、今までごめんねみたいな <laughs> 感じですよね。本当に。<laughs> ああ、そうなんですね。敵、うん、からもううう今までででごめんね <laughs> そうですそうですすあの、うん、声 が失勢になったというのは実際には声に対して謝ったわけではなくて自分の脳に対して謝ったんですようん,うん。私の脳が何かから私を守ろうとして失勢にしていたとそれが分かったんですねだからあそっか脳ってこんなにも私はいつも自分の頭の中とか自分の喉のあたりに恐ろしい敵がいるって 思っていて、足元を救う敵がいると思っていたけど、実はそうじゃなかったんだって、本当は何かから守ろうとしてくれていたんだねって思ったら、もう何でしょうね。私、今でも本当にそうですけど、夜寝る前に、いつも自分の脳に向かって、脳と対話するじゃないですけど、自分の脳のその意識の部分じゃないんですよね。なんかもっと無意識の部分に向けて、なんとなく、 自分の意識をそこに向けてあげるというか。で、なんかもう今日もいろいろとダメな私でしたけど、ありがとねっていう感じですね。あ,あ,はあ、ありがとねっていうふうに自分と、うん、自分の脳に自分のまあ言うってことは。言うってほどそんな大層なもんじゃないんですよ。うん、なんとなく自分の中でそういった感情が湧くっていうだけで、脳、うん、さんありがとうとか言うわけじゃ全然ないんですよ。うん、ただもうあの、眠りに落ちる前に、いつも脳のことを考えている。 まあそれだけですかね。うん,ねうん。だって寝てる間も、とりあえず呼吸させてくれる、心臓を求めないでいてくれる。で、その間に寝てる間に体も修復してくれる。もう脳は全く寝ないですからね。寝るのは意識の部分だけであって。はい。うん。うだから、なんかもう本当にこんな頑張ってんのになんかごめんねじゃないで,なんですけどもね。 が、今日も本当にあのご期待に添えず、ダメな私でしたが。うん、まあ、ありがとうねみたいな感覚でしょうかね。<laughs> そうなんですね。あ、それを寝る前に。うん。そうなんですね。あ、それも興味深い。うん。脳に。いやいや、もう。なんた,ただ変な話ですから。いやいやいやでも、脳にありがとうって、まあ、自分で。で脳、も自分である、あるいは、まあ。脳は自分じゃない、なのかもしれないけど。じ <laughs>、そこでありがとうというと、やはり。 そのありがとうを受け取ってるのは自分っていうこともありますよね。このフィードバックというか自分で言いながらそれを聞いてるのが自分であり、ね、口には出して言わないですし、<あ>ただその脳の意識の部分でありがとうと思うわけでもなくて、ね、無意識の部分にちょっと意識を向けてあげるっていう感じですかね。そうなんですね。ちょっとわかりにくいかもしれないですね。<あ>うん。そう,そうつまり人間って無意識の部分の方が圧倒的に。 多くてでそこがほとんどのことをやってくれてるわけですよ。はいうん、私たちの意識なんていうのは本当にわずかなところなので、なんかこんなわずかなところでいろいろと無意識のところでね、なんかこう本当水面下で頑張っているところ、なんか私のこのダメな意識が邪魔したね、ごめんねみたいな感じかもしれないです。<laughs> ああそうなんですね。うーん。いや今のおちも興味深くて、やはりその言葉。 あのご長寿も書かれていましたが、言葉それから、まあ、あの声、これ、ワンセット、そしてあの誰かにお届けするときって、やはりまあ言葉は言語屋で処理をされるけど、うんまあ、音としては、その言語屋で処理されるよりも、もっと早く、脳幹とか観脳とか通ってます、そちらに行き着くわけです、うんはい、その方が早いわけですよね、スピード的に、ね。そっちのの方が先なんですその後ようやく意識、うん のある部分ですね理性領域太陽の新皮質っていう表面のところに出てくるわけですねそこに言語屋っていうののがあるのでうんそ,うそこで思い出すのがあの吉本ばなナ,ナさんが小説家のどんな小説を書きたいかというと一つは自由それからもう一つは潜在意識にこう読ませるそういった、まあ、あのものを書きたいんだっておっしゃっていたんですよね。でその潜在意識までこう届く声、うん そういうものがあるのかどうかわからないけど、うん、でもそこまで届くような声をこう持ちたいっていうかそういうあの願いが僕あって、うんうん、そんなことはでも可能なんでしょうかね。いやいや必必ず届いています必ず届届いいいててまする潜在意識は自分で意識できないだけであって、A、そこをちゃんと通っているんですよ。そそうかそうかだから え、うん、あの、例えば、すごく言葉ではいいことを言っているんだけども、えー、でも、一晩寝てみたら、言葉なんて忘れちゃうんですよね、ほとんど。んメモでもしない限り。はい、で、翌朝、目を覚まして起きてみたら、なんか嫌なイメージが残ってる。とか、うんうん、なんか昨日、すごくいい話を聞いたような気がするんだけども、でも朝起きてみたら、 なんかあの人に連絡するの嫌になってきたなみたいな、うん、なんとなくそんなことってないですか、はい、ありますね。うん、ねあとすっごくいい話聞いたんだけども、あとになってみてから何の話だったっけな <laughs> とか、あとなんか妙に今になって嘘っぽいなと思うなとかね、んそんなようなイメージが残っていることってありますでしょう、はい、ありますね。あれはまさしく潜在意識に届いているってことなんですよ。潜在意識に届いている声の音が、ちゃんと潜在意識に何かを教えてくれている。 あそっかそっかそれをまあ意識としてこうあの自分でそれが何かっていうのわからなくてもあ、はい。というのがあるわけですね。ありますあります。だからその時とか、うん、あるいはその言葉が消えた後、私たちはどうしても言葉というものに意識をほとんど持っていかれてしまうのでだけどその声によって何か分かったこと声の中に入っていた情報みたいなものは潜在意識って っていうかね、その無意識領域でちゃんと受け取っているわけだから、うん、だからそこは受け取った時点で必ず神経伝達物質出しているんですよ何らかの。うん、でそれはちゃんと何かを教えようとしてそれは届いてはいるんですよね。うん、それが私たちの感じるなんとなく嫌な感じとか、まあ、なんとなく騙されてる感じとか、ね、なんとなく電話したくない感じとか、ね、なんとなくそっぽい感じとかそういうものなんです。ねうん そそううなんですねだから荻野さんとお話ししたあとあるいはこれを聞いた後にね皆さんがこれを聞いてくださってる皆さんが後であ何か何話してたか忘れちゃったけどなんか荻野さんの声素敵な声だったなっていうかね何かいいイメージが残ってるなって思ったらそれは小木野さんの声の声力だろうなって思いますう、うん、そうなんですね、はい、でそういう声が憧れですね今ね。う うそうですね。ありがとうございます、まああの。人生の転機というお話からあのここまで来ましたがそ,うそしてあの今思い出したんですけど恋、まあ、に対するこう愛というものを山崎さんの著書の中でこう何回も感じることがあったんですけどその 一部を朗読させていただきたいんですけどはい、はい、どうぞ、はい、これ山崎さんが書かれた文章をこう僕が朗読をしてそれをあの聞いていただく、はい、<laughs> それをあの視聴者の方にもこう見ていただくっていうそういう、うん、なんかおかしい面白い展開いやもうこの荻野さんの素晴らしい声でね <laughs>、はい <laughs>、はい、ありがとうございます。 であのこの文章、僕あのとても惹かれた文章なんですね、そしてあの僕自身、歌を歌うということもあるので、その歌についてのあののあ一節です、はい、あでその前置きとして、えー、この本の中声、声のサイエンスの中で、えー、山崎さん書かれているのは、歌うことは自分の存在。 さらには人類という生物の存在を広げることっていうふうに書かれていて、そこのあの説明の部分です。では、朗読させていただきます。そもそも歌うという行為は何もなかったところに人体によって、ミクロに言うなら脳のシナプスの発火から最初の歌声が発せられ、それが共鳴し、広がりながら不可逆の時間を進み続け、そして 聞き手の脳で反応を起こして、それがまた他の人に伝えられていく。一つの歌を歌うということは、一つの宇宙を生み出すようなものだと思えてきます。聞き手は、その目の前にある世界は、音として空気の振動として、歌という宇宙を受け取っているのです。歌声は、それが伝播していくすべてのものへの贈り物だとなのだと思います。案外、 現実の宇宙とも、どこかでつながり、影響を及ぼしているのかもしれませんね。わあ、ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。<laughs> わあ、ね、山崎さんの文章を僕が朗読して、それを聞いていただく。これはすっごい贅沢なことで、まあ、一つのちょっと夢だったので。え<あ>夢を叶えてくださって、ありがとうございます。いえいえ、私こ,こそ、なんかもそんな読んでいただいて、もう本当光栄でございます。 はいではえっ、ー、と天気のまあ他にも天気があるかと思うんですがつい、えー、に心の支え、うん、まああの失弟症の時あるいは他の,あの、ね、人生のいろろな場面で心の支えとされてきたものがあったらぜひそれを教えてくださいあまり支えっていうものはないかもしれませんねえ、うん なんか本当に死に滅裂というかね、あの、行き当たりばったりな人で、申し訳ないんですけども、これが支え。まあ、死いて言えば、今、この場で生きているっていう、それだけでしょうかね。かなぁと思いますね。で、うん、もちろんいろんな、うん、 何でしょう思いとかさまざまな思い出とかいろんなものもあるんだけどもそれがなくなっちゃったら支えてなくなるのかなどうだろうすいません皆さん支えってちゃんと持っていらっしゃるんですねいろいろな方がいらっしゃいますね<え>で今今松さんがおっしゃったように何か支えがあった時にその支えがなくなったら、うん っていうそういう視点をお持ちの方いらっしゃるんですよね。うん、うん、だから、うん知っ、うん、てこう支えというものはこう持っていないというか、あるいは持たないというか意識しない。そういう方もいらっしゃいますね。えー、そう、うん、確かうん。そうですね。だからなくなったら困るというよりも何でしょうね。何かに。何かを支えと。 思う。こと自体が多分、わ、私はあまりできないのかもしれない。ですね。ーんーんなんでしょうね。そうなんです、ね、そんなくなったそうね。まあ、あの。まあ、支えはね。強いて言えば、やっぱり。 脳かなみたいな。すみませやい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 やすごい興味深いですあいや脳がちゃんとここにあってくれるってことかなっていうことですかねそうなんですねまあ私というのは脳の中にいるわけですからね私の意識も私の思い出も私のすべてのことっていうのは脳の中に いるわけですから、まあ脳があるということが唯一の支えかなとあ、うん、言えるかなあ。これも深い。脳があることが唯一の支え。なんかね、本当にしょうもないですね。いやいやすみませんいやとんでもないです。ありがとうございます。うんあのシーティーバットおっしゃったときにあ、その後出てくる言葉声かなと思ったんですけど、声を飛び越えて脳に。 うん。脳が声を作ってるわけですからね。うん。うん。そうなんですよ。その大元に行くわけですね。そうですね。そう。だって生態がなくたって生きていて呼吸ができれば吐く息というものがあれば声は出ますからね。ああそうなんですね。うん。あの食道シャント法とかいろんな方法ありますし、だから生態とかあまり言えないですしね。ああそうかそうかそうなんですね。 はい、うんあ今でもキーワードの一つ脳ですね、うん、寝る前に「脳に感謝」の言葉を言ってるし強いて言えばここの支えは「脳」ですもんね。かもしれないですね。なるほどででこの流れでこれですねやっぱりでこの山崎さんにとっての幸せあ<ー>で幸せあの著書の中であの幸せの定義書かれてるんですけどはい <laughs>、はい、あのえっと とこういうのサイエンスだったかあのちょっと不確かですが2018年の本かもしれないんですが「幸せの定義」「幸せ」「どんな場所にあってもどんな状態であっても自分自身でいられること」これ書かれていたんですね。はいうん、でその本は多分2018年で今はもう5年ぐらい経っていると思いますが今日この日の幸せ山崎さんにとっての幸せというのは何でしょう そうですねやっぱり同じかな、今、自分自身でいられることが一番幸せ、まあ、どなたにとってもそれがなければ、どんなに例えばお金があっても、好きなものがあっても、その幸せって虚なしいものだと思うんですよね。お金、持ちほど不幸になっているなんていう話もありますしね、まあ、本当かどうかわかんないですけどね。だから まあその幸せ、うん。まあそれに付け加えるとしたら、長い人類とか、もう地球とか宇宙とか、それにまあ繋がる、それに連なる一つの歴史の中の一部になれたってことですかね。そして慣れていながら今自分自身でいられること。 かな,なんかちょっと抽象的ですよね抽象的かもしれないけどもいやも素敵ですねーんいやー多分私なんだろうなそういうふうにしか言えないですかねもちろんねあのワンちゃんの寝る顔を見てるとは幸せとかそういうのはありますけどもねもちろん今のその幸福感というかそれはあのこう 人生を歩んでくる中で変化してきたもの、あるいはその失声症との、この。なんでしょうね、別離というか、失声症がなくなったことによって、そういった人生がお持ちになったのか、その辺はいかがですか。それはあると思います。それまでは失声症がいつ出るかわからないという状態で。もう常に足元、が崩れる。ギリギリのところに至っていたような気がするので。 これ私何かね、あの欲しいものとかやりたいもの、要するに楽しむとか、そういったことって本当にないんですよね。だからどうしてないのかっていうと、その欲しいものっていうのはあの時は声だったんです。で、やりたいことっていうのもちゃんと喋れることだったんですよ。そうなんですね。そう。今でこそ私本当どこに行っても、あの全く緊張することがなく、<laughs> まあ、ずうずしくよく喋りますけども、でも、昔は本当に人前で喋るって言っただけでもう倒れそうでした。ここで声が止まったらもうアウトだと思うと、もう本当に心臓がドキドキして、もう、何でしょうね。もうまさしく足元が崩れるような感じ。そんな感じだったので、喋れるようになれればいいな、人前で。 もう一人の前でもいいから、二人の前でもいいから喋れるようになればいいなとか、あと、もですね、この喋る時の辛さがなくなればいいなとか、声がいつでも出せるようになればいいなとか、本当にそういう支え、普通の人から見たらささやかなんだけど、私にとっては本当にそれがもう手に届かない、大きな望みだったんですよね。で、それが突然、もう治ってしまって、 もう二度と失声症にはならないだろうと確信できた時から多分ずっと幸せなんですよ私。<laughs> そうなんですね、うん、だから別に欲しいものとかないですしもちろんねあの去年可愛がっていたワンちゃんがあの2匹いてねでそのうちの1匹が本当にあの。 大事に大事にというかね、まあ、お互いによく分かり合っていたワンちゃんだったので,うでそういう子がいなくなっちゃった喪失感というのはもちろんありますすごくだけどその喪失感というものとそれはまた別のものでそういう意味で言ったら私はもう今喋れるだけで幸せでって言えるかな喋れるだけで幸せ <laughs> うーんそうなんですねうんう そうかもうかも敵だった声が、うん、今ここに自分の中にあってそして、うん、あのオーセンティックボイスでお話になっていると思うので、うん、そうするともう何があってもなくても幸せという感じそうなんですよ。よだってここから先が幸せなんていうことも決められないし人生って、ね、常にいろんな大変なことって起こるじゃないですか。うん もう頑張ってやっていたって裏切られることもいっぱいあるし、だからね、そういうところに幸せを求めてもしょうがないかなという気がしますよね。だからむしろ、うん、自分自身が自分の足でしっかり立っていられること、これ足というのはあくまでもあの表現ですよ。うんはい、もし足がなかったとしても、つまり自分自身でいられること、うんはい、であれば、 もうあとは何が起こってもその場で対処すればいいんじゃないですかね。<laughs> その場でなんとかなりますよ、本当に。さっきもね、うんあの、この前にちょこっとね、お話ししていたんだけども、まあ、結構あの、一般の方から見たら、え、それって普通、もう大変なことじゃないのみたいなことを、まあ、その失声症以外にね、 意外に私ね、いろいろと修羅場くぐり抜けてきてるんですけどもね。驚く節なさです、ね、<laughs> だけど、<laughs> あの、あんまりそれを大変だったとか、うん、どうしようとかって思わなかったんですね。うん、まあ、なんとかなるでしょうとか、まあ、今ここに生きていれば、まあ、なんとかなるでしょうっていう感じでしょうかね。うん、だから、うん。 なんか全然参考にになりません、ね、すみませせんんねすすみ本当,にいや本当に興味深いですそしてその2018年の本で書かれていたそのどんな場所にあってもどんな状態であっても自分自身でやれること、はいうん、そこに今もこうブレがなくお立ちになってるんだっていうふうに思いました。うん、でも、うん、あのブレ,ブレブレというかねそれはじゃあすごく何でしょう迷うこともないのかっていうとそんなことなくて。 もう毎日迷い同士だし、毎日失敗ばっかりしてるし、<laughs> んそんなですけども、だけどそういうものも全部丸ごと含めて、ああ、なんか、あの、喋れるって幸せみたいな感じがありますね。だから、夜休む前にも、なんかね、こう、あ脳がちゃんと働いてくれて幸せみたいな <laughs>。 すみません、本当に役に立たない話いやいや本当に興味深いですっね脳がちゃんと動いてくれて幸せやっぱり脳ですねいやだってすごいことなんですよ脳ってもうどれだけすごいことをやっているかってもうこれを知ったらやっぱりねちょっと感謝しないではいられないし脳に感謝うんうん脳があって幸せとしかうんそうか 僕にとって今のこの一年のお話の流れってすごいあの興味深くてそれはあのあの幸福の要因子といった観点からも僕はお話を伺っているのでその幸福の要因子っていうのはまあ幸せ人それぞれなのであの幸せな人に共通するものは何かというのをあの研究したあの結果「まあ、なんとかなるありがとうやってみようそれからありのままに」この4つ が、このま印、あ、紙として高い人たちは自分たちをこう幸せだと思っているということなんですね。で、まずちゃんとお話をしていて、すごく感じるのはなんとかなるがすごい強い方、うん。もうなんとかなるしかないですね。<laughs> 確かに、ええ、そしてこの動画を始める前にもあの何かあの？ 始める前にこう緊張を解くというか、そういったものは終わりなのか？っていうことをあの伺いましたけど、特になくさらっとあの <laughs>。動画スタートするわけですよね。えー、いや、何というか、そこで何かやってもしょうがないだろう。みたいなのがあるからなんですね。<laughs> もう本当にあのまあこのしょうもないと言いますかね。もう本当にこのままですから。<laughs> <laughs> でもう皆さん聞いたらびっくりするくらい私,あ,あ,の私あの抜けてますしね同時ですしね必ず変な方向に行っちゃいますしねあの方向地って意味ですよ必ず <laughs> そうあっちって言われればなんか絶対あっちって思っていくのに違うところ行っちゃったりしますしねだから結局はもうその場でまあなるようになるかなとかそれしかないんですよね。 ななんとかなる、はいうん、これも一つのキーワーワドですね、はいま、すねみませあそしてやっぱりこの流れで、まあ、これから成し遂げたいことなんですが、うん、あのご自身で常にお考えかもしれませんし今浮かんできたものもあるかもしれませんが、うん、僕からは,あ<の>あのはオーセンティックボイスについて皆さんに理解をしていただくっていうこともその一つかなと思ったんですがまずその点からいかがでしょう、はい そうですね。オーセンティックボイスって何のことだろうって思うかもしれないですけども、あの、オーセンティックっていうのは、ま、本物のとか、真実性のあるとか、まあ、そういった意味なんですね。で、あの、まあ、声って、その人のものでありながら、本当にその人のものなのかなって思うときがあるんですね。で まあ実は私が、あのー、これ1万4000人くらいにやった調査なんですけども、日本人の1万4000人くらいに聞いてみたところ、なんと84%の方が自分の声は嫌いだとおっしゃったという事実があるわけなんですよ。で、その自分の声が嫌いだといった方を調べてみたら、ほとんどそれが作り声だったということもわかったんですね。そ,そこで、 自分自身の声で話すって自分自身の声を見つけるってすごくもしかしたら大事なことなんじゃないかなと思ったわけなんです。でその真実性って何の真実性かっていうと生きることの真実性なんですね。つまりその人の人 生きることの真実性っていうのはもう体の真実性と言ってもよくて、体というのは生体向上性っていうものを持って、常に正常な状態に戻そう戻そう、その状態でバランスをとって生きようとしているものなんです。だから、それを壊さないように、無理に喉を詰めるとか、無理に高い声で話すとかね、そういったことをすると、体の向上性に対して非常にストレスを与えてしまうということがあります。 それからあと自分の心に嘘をつく。自分では、いや、本来の自分の声ってこういう声なんだけども、だけどん、でも私こう思うんですよ、みたいな声で喋ってみようとかね。なんかそうなってしまうと、それはもうその人の心からも離れていってしまう。だから体と心が自分の理想って必ず自分の中にあるんですよね。で、脳はそれをちゃんと分かっていて、あなたはこう生きたいでしょあなたはこう生きるんでしょって。 それを常に教えてくれてると思うんですよ。なんかその真実性ですよね。それにかなった声っていうものが出せたら、そしたら怖いものないんじゃないかな。本当に恐れることってなくなるだろうし、思いが伝わらないとか、そういったこともないと思うんですよ。うん、で、声を出していて、それがストレスになるっていうこともないんじゃないかなと思うんですよね。 うんだから、あの、これ、日本だけじゃなくて、あの、アメリカでもともとね、言われたものですけども、ステレオタイプ脅威なんていうものがあって、例えば、女性は数学が苦手だ、なんてね、言われるような、あの、論文を読んだとか、あるいは周りから、まあ、女性ってな、数学は苦手なもんだよね、なんてずっと言われていると、そういったものを無意識に受け取って、それで、自分はもしかしたら、すごく数学が得意だったりするのに、でも、女性が数学をやっても、 ダメなんだよねって。思いがどこかで抑圧してしまうとかね。そういった何か社会的な、あの、まあ、ある意味日本なんかに生きてるとすごく社会的な同調圧っていうものも強いですよね。だからそういうものによって自分の心とか、あと、思いとか、行動とか、そういったものをすごく抑圧しちゃっていると思うんです。で、抑圧の正体が分かっていれば、なんとかなるんだけども、分からないうちに抑圧している。 でそれがやっっぱり私はすすごく声に出てているなって思うんですよね。だからその声を本来の声を見つけていくっていう逆回しですよねそこで抑圧されてそういった声になっているだったら声をまず声の中に自分の真実性っていうものを見つけてそれが見つかったらその声から広げていくことによってそういったもう同調圧なんて跳ねのけようと自分の心とか体とかそういったものを抑圧から 解放してあげたらいいんじゃないかなって思ってます。でそれをオーセンティックボイスっていう風に言っているんですよね。はい。ありがとうございます。うん。まあだから本当そのオーセンティックボイスに出会うとというか、うん見つける見つかるとその人生が変わっていくっていうのはやっぱりあるんでしょうね。多分そうなんじゃないかなと思いますね。 それとあのオーセンティックボイスっていうものが見つかるとそうすると間違っても,もう自分の声嫌いだとは思えなくなるっていうことがありますかも自分の声っていうのは本当に自分そのものなんですよねうん,うん。だからその声を嫌うっていうことは自分を嫌っているっていうこととイコールなんですんだからまずオーセンティックボイス見つけてほしいなと思うし自分の声を嫌わないでほしいなって 思うんですよね。からそのためにも、声がいかに素晴らしいものかっていうことを知ってほしいと思うし。その恩恵を愛おしんでほしいし。喋れるっていうことを楽しんでほしいし。って思います。そうなんですね。うん。うん。そして、あの山崎さんのご著書の中でも。 はい、もうあの今のお話と重なるところがありますけどもう見出しだけであの素晴らしいので紹介させていただきたいんですが、まあ、あの声はあなたの全てを晒すそれから人は語られた言葉より声によって動かされているあなたの声は社会によって使われている身の割りの音があなたの声の癖を作る声の力とは本物の自分の声を使うこと、うん、本物の声は自分にしかわからない これオーセンティックボイスは、これ自分にしか、こう見つけることができないっていうことを、あの。本の中でも書かれていますが。そうなんです。見つけるのは自分なんですね。自分なんです。で、自分で。いいと思った声しか、それをオーセンティックボイスじゃないんですよ。だからよくオーセンティックボイスになりたいから、見つけてくださいって来る方いらっしゃるんだけども。で、ある程度、あの、まあ、経験が。長くなってくると、まあ、これかなっていう見当はつきます。だけど。 だけどそれはあくまでも客観的に私が聞いてあるいは他の人が聞いていい印象を持つ声にしか過ぎなくてその人の脳が本当に出せと言ってる声かどうかはその人の脳にしかわかんないんですよ。で必ず脳はそれを教えようとしてるんですよね。教えようとしてるんですね。全然これねあのオカルトの話じゃないんですよ。 非常に,に皆さん <laughs> あの心配しないでくださいね「<laughs> 脳がしゃべんの?」<laughs> みたいなそういう話じゃないですからね <laughs> ちゃんと脳が神経伝達物質というものを出すことによって私たちの意識の部分に教えてくれるんですそれを。いやそこのやっぱりこのオーセンティックボイス見つけるのは自分っていうところ。 うん、そこのところ本当大切だと思いますね。これはあの教えてもらうものじゃないんですね。ええ、そうです。うんはいそして、あのさらに声の,、えー、のサイエンスの中の見出しを読ませていただくと、やっぱり声はあなたの人生の見方、はい、それから声によって情動が生まれ脳内物質が作り出される、今おっしゃっていたことですよね。それから声、はい、の影響力は自分自身に及ぶ。うん、あのこのこ ところも僕にとってもあのすごくあの響いたところで自分の声でやっぱり自分の心がこう癒されているところもあったのかなって思うしそれからあのインタビューをあのこうやってさせていただいてあとで自分でまたそのインタビュー動画を見るのでそうすることによって自分の声をまた聞くという機会があったんですねそれがなければまあめったに自分の声を聞き直すというか客観的に聞くということはないと思うので。うん そういった機会を通してもこうやはり自分のの声とというものを意識するこになそしてまあ心身が声を生みその声がまた心身を作るそして最後は「声はいつでもあなたと共に」うん「声は本当に自分とずっと一緒なわけですよね」「もう生まれた瞬間からもう死ぬ時までですからね」う もうその声を味方にし味方にしましょうよっていうことですね。うん、そうですね。うん、これは本当にあらゆる人にね。そうです。私にとって声が敵だったからそういうわけじゃないですけどもね。でも本当に <laughs> あの声を味方にすると人生が変わるんじゃないかなって思います。少なくても本当に味方をしたいと思っている声をあの大事にしてあげてください。 本当にあらゆる人にあのこのことを知っていただきたいなって思います、うん、そしてあの僕は教員なのでその教員として自分の声について意識してこう授業をしてこなかったので、うん、今はこう意識をするようになりましたけどたくさんのこう先生方にこう声に何を乗せてこう授業をするか。 うん、生徒さん学生さんと関わるかっていうことそれを意識していただきたいなと思うんですよねそうすると関係性が変わってくるっていうふうに僕自身は感じているので全くその通りだと思います受け取る学生さん生徒さんはあのそこのところこう意識健在意識では分からないかもしれないけど何かをきっと感じてくれてるので、うん、こう関係性がより良いものになる、うん、そういったことは あるんだろうっていう,ふうにまあ体感していますあの私のやった実験で本にも書きましたけどもあの2人の方に同じように同じ調子で話してもらって同じ言葉をでそれを聞いてる人がどう感じるかということをやったことがあるんですね実験で。でそうしたら全く同じ言葉を話しているしその話してる調子も同じなのに声が違うだけでその 聞いている人は受け取り方が全然違ったんですよ。だから同じ言葉を話していても、ある人は優しさを感じるし、ある人は逆に意地悪さを感じるし、なんてことが起こっちゃうんですね。うんまさしく今、あの、井野さんがおっしゃったことだろうなと思います。言葉で、言葉で伝えきれなかったものも声では伝えられますしね、同時に。ですね。はい。 いや、本当教員としてそこをもっとこう大切にしてくればよかったなってう今思います。考えたことなかったんですよね。うん、あ、でも、うん、それは尾根のさんの声と人柄が一致していらっしゃるからそのままもう大丈夫だったんじゃないですか。<laughs> きっと。そうですかね。う,ん、うん。うん。あ、そうだったらいいんですけど。でも,うん、でもねやっぱり先生方には本当に声。 というものを意識して声というものをちょっと気をつけて生徒さんに接してほしいなってそれを本当に思います。本当ですね、えー。はい、ありがとうございます。はい。はい。そして、えー、あ、今あのー、これが成し遂げたいこと、まあオーセンティックボイスのお話でしたが、でも、はい、えー、まあそれはお仕事の関係ですけど、他に成し遂げたいことがありますか。はいはい うん他に成し遂げたいことはあままりりないいですね <laughs> はい、分かりましたとにかく一人でも多く自分の声オーセンティックボイスを見つけてで自分の声を味方にしてそして自分の声を好き,、うん、好きになる人が増えてくれたらいいかなって思いますねうん自分の声を好きになる、うん、まあ日本では研究そのあ調査では83%。 八十四パーセントが嫌っている。すごい多くの人が嫌ってますね。うん、だから自分の声を好きになれたら自分も好きになれるに違いないんですよね。うん,う,んうん。うん。そうですね。自分の声が嫌いなのに自分が好きっていうのはなかなか難しいでしょうね。うん。うんと思うんですよね。はい、だからそれがやりたいことですかね。うん。はい。え、ぜひあのますますあのこの この領域でご活躍をしていただきたいって思いますね。ありがとうございます。はい、そして、えー、最後の問いは、まあ最も伝えたいこと、あるいはあの大切にしている価値観、もうすでにお話の中に出てきたかもしれませんが、うんうん、あのこの点についてお願いします。そうですね。最も伝えたいことはもう本当に一つで、声はもう皆さん一人一人が持っている宝物ですよっていうことなんですよ。 本当にこれ唯一無二の宝物なんです。他の人の人生っていうのはないわけじゃないですか。双子さんだとしても別の人生を歩んでるわけだから別の声なんですよね。どんなに声の質が似ていても、それはもう別の情報を含んでる声なんですよ。声にはその人の全ての情報を含んでいるものなので、だから本当に声っていうのはその人のね、 だって買わなくてもいいし、しまっておかなくてもいいし、自分の中にあるんだから。で、そんなすごい唯一無二の宝を大事に思ってほしいな。もうそれだけですかね。うん、あ、ありがとうございます。<laughs> うん、まあ恋、まあ、に対する愛ですよね。まあ恋に対する愛おしさっていうか、うん、まあそれはあのずっとお話の中で感じていました。うん、ありがとうございます。 ああ,ありがとうございます。ねあの人生観特にまああの天気それから心の支え幸せそれを中心に伺ってきましたが、はい、うん。今日のこのお話の中で何か感じたことをご感想などがあったらぜひお願いします。うんやっぱりなんか鬼野さんいい声だなと思って聞いてました。ありがとうございます。うんそう。 ね、あのいい声っていうものはどういうものかっていうことをあの、まあ、僕もこれからも探求していきたいと思いますけどそうですねいい声ってよくじゃあどうやったらいい声になれるんですかとかいい声ってどういう声ですかって透明感のある声ですかとか聞かれるんですけども、うん、やっぱりそうじゃないんですよね。その人のの人持っていいいる一番いいものが 特にそれは善なるものだろうなって思うんですけども、そういったものが出ている声であって、それはやっぱりオーセンティックなものでなければダメだろうと。そっか、善が出ればいいのか。で、いい声だから透明感を持たせればいいのかって言って、出す声っていうのは非常に作為的な声になっちゃうんですね。だからそうではない声。まあ、なかなか難しいと思うんですけども、 でも、必ず皆さん、どなたも持っているお声なので。それを見つけて、自信を持って、使っていっていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、はい。では、ええー、かなり長い時間にわたって、お話を伺ってきました。<laughs> はい。えー、あの、声を通してのご縁、そして、この。お話を、リスナー、オーディエンスの皆さんにお届けできること、本当に心から嬉しく思います。 では、えー、この、えー、動画の最後は、えー、大島圭介さんとそれから鴨頭吉戸さんがいつもされている、えー、拍手とそれからいいねで、えー、終わりたいと思いますはいまづきさん今日はお時間をありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれからオーディエンスの皆さんどうもありがとうございましたありがとうございましたでは拍手お願いしますはいせーのいいねいいね